これからするパンドラの話は、ギリシャの大詩人、ヘシオドスの労働と日々、って語られたんだけど、ヘシオドスが表現したギリシャ語のピトス、というのは、どうやら亀とか壺、のことだったらしいんだけど、16世紀に大活躍したエラスムスという人文学者がギリシャ語をラテン語のピクシスに訳したんだ。でも、これが箱の意味だったせいで英語などにするとボックスになって、日本語では箱になってしまったんだ。要は語訳だったわけだね。ギリシャ語をラテン語に、そこから他の言語にして日本語にっていう過程の中で、元の意味が変わってしまうことはよくあるんだよね。とまあちょっと前置きが長くなってしまったけど、早速パンドラの話をしよう。パンドラの話はゼウスの激しい怒りから始まる。その気になれば一瞬でこの世を滅ぼせるゼウスの怒り。ガクガクブルブル、なんでそんなにゼウスは怒っていたの？プロメテウスが人間に火を与えてしまったからさ。その火を使って人間たちは武器を作って、次々と戦争を始めてしまったんだ。ゼウスはプロメテウスに罰を与えると、次は人間に罰を与えることにした。ゼウスは火の神ヘファイストスに命じて人間の女を作らせた。火事の神でもあるヘファイストスは、それはもう美しい娘を作り上げる。その娘がパンドラなのかい？そうそう。ゼウスは息子の仕事に満足し、パンドラを女神たちに預けて教育した。特に美の女神アフロディテからは男を魅了する術を叩き込まれたんだ。他にもアテナは各種の仕事の右翼を、ヘルメスからは羞恥心と狡猾心を、パンドラは人の男が望むような完璧なレディーとして育てられた。ゼウスは神々の仕事ぶりに満足し、パンドラを地上へと送り込む。その際ピトス、つまり壺を彼女に持たせこう言った。絶対に開けてはいけないよ。だったらよこすなぁ。ゼウスは地上にパンドラを送る際、エピメテウスの元に送った。エピメテウス？人類に火を渡したプロメテウスの弟さ。プロメテウスはゼウスに罰せられる前、弟にゼウスから何かを送られても決して受け取るな、と言っていたが、エピメテウスは秒速でパンドラを受け入れた。だって美人だったからね。待て、合わせるな。それはゼウスの罠だ。エピメテウスはパンドラをチヤホヤした。それはもうチヤホヤしてかしづいて、もう何でもした。女が調子に乗るパターンきたー。特に何もする必要がなくなったパンドラは、暇を持て余して。壺を開けた。絶対開けちゃいけないやつ開けた。壺の中からは災いの女神エリスと夜の女神ニュクスが出てきた。エリスはトロヤ戦争の原因を作った女神だね。エリスは壺から出るや世界中に災いをばらまいた。そしてニュクスは嫉妬、嫉み、妬み、悲しみ、憎しみ、あらゆる負の感情を世界中にばらまき始めた。パンドラが外に出て様子を見ると、人々は疫病に苦しみ、互いに憎しみ合い、互いに殺し合いを始めてしまった。争いはやまず、絶望が世界を覆った。人類にはもう、滅びの道しかない。全部自分のせいだ。パンドラは自分のしたことを後悔し、絶望し、その場で泣き崩れてしまった。でもそんなパンドラに声をかける者がいた。泣かないでパンドラ、まだ私がいる。パンドラは聞いた。あなたは誰？壺の中で輝く声はこう言った。私の名前は希望。